違う釣り。え、呼ばれてしもてん。私悪い子やから。寝てるとな、力いっぱい引っ張られて連れてこうとすんねん。お山に呼ばれてしもたら逃げられへん。絶対怖い。秀樹も呼ばれるで、きっと。だってあんた嘘つきやから。もしもし。あ、来ました。来たよね。まだです。準備は終わりましたか？はい。多分、いや、まだ。落ち着いてください。もう、全部、鏡も。田原秀樹さん。大丈夫、オッケーです。包丁もナイフも、全部しまって。ではドアを開けてください。迎え入れましょう、あれを。でもあれはあなたに会いたがってる。でも来ちゃったら そしたら大丈夫。そこから先は私の仕事です。大丈夫？完璧だって。嘘ばっか。いやマジで、親父も袋もビビる。あのさ、私、運転手さん、その先右で。はい。お母さんは座っとって、今日はまだお客さんなんやから。
もう。あんたら漁業せんか。ちょっとこれ食べてみて。そんな田舎のもん口に合わんよ。いえ、いただきます。もう、かおい、親の言うこと聞けへん悪い子はな、ボギアに連れていかれるで。ガーボギワンか、懐かしいな。ねえ、うちも子供の頃ようおばあちゃんに脅されてな。なんなん、ボギワンって。悪い子供を去ろうて山に連れてく。めっちゃ怖いお化けや。東京行ったやつは何人もおるけど成功したの君だけ。あいつなんか見てみ、ダメで戻ってきて情けない。あのかなさ、ちょっとおふくろたち手伝ってやって。え、後でぐちぐち言われたくないからさ、かなのボタン。うちらの方では頑固言うとったで。頑固にさらわれるって顎出ちゃうか。こっちでもええわ。あの、運びます。いやいや、もうかなちゃん。こんなとこで寝転がってみてよ。おじさん、お前らなんかそうだ、おらんわ。おらんおらん。でもほら、昔ほんまに女の子がおらんようになった。あったあった、うん、よう覚えとる。ほら秀樹、もうかなさんいらん気使うて、もう邪魔やし、なんとかしてんな。あ、そう。じゃあかな、こっちこっち。おばあちゃんは？ほら、便所ちゃうの。あ、じゃあちょっと俺見てくれ。え？いて。なに？いてよ、ここに。大丈夫だよ、すぐ戻るから。まあ、ほんまに家族の面倒見ながらあんのか、お前は。いまだに何にも。うるさいんじゃ、ボケ！なんじゃ、いつだ！お前のせいや！お前のせいや！おばあちゃん。何？呼ばれてん。しずさん、しずさんって。あれもおらんよ。あんたは？お前、秀樹だよ。おばあちゃんの孫の秀樹。あんた、秀樹さん？秀樹さん。ええ格好ばっかしたがる子でな。そうなんだ。髪型やら着るもん気に入らんとむくれて学校行かへん言うて。アホやろ。この子やん、さっき言うてたやろ、ほんまにさらわれた子がおったって。なあ秀樹、なんちゃんやった名前。忘れた。仲良しちゃったんちゃうの。でもないよ。結局どないなったの、あの子。いろいろ噂あったけど、ほんまは親に殺されたんちゃうかって。まさか。でもほら、子は父親が。ひどかったな、あの人。な、秀樹、何ちゃうの、この名前。違う。釣り。誰もいません。さくらも誰も。やめて。
きます。ちっちゃいちっちゃい。よっしゃ。あ、起きた。ああ、はい、今度え、おらん。ああ育ちかな。え、なに。あの子何くらいな。かな。ごめん、なんか眠れなくて。俺も疲れるよな、みんなうっさくて。でもないけど、ほら私家族って慣れてなくて。うん、大丈夫かな私。完璧だよ。なんかこんなんだし、それに親だって。昔からやんちゃなガキ大将でも、不思議と秀樹さんの周りには人が集まります。てか人が集まるとこしか登場しないんだよあいつ。いや、あそこまで。うるさい。一方、目立つことが苦手だったかなさん、控えめでつつましくでも大変な努力家でいらっしゃいます。地味じゃね。意外だよね、秀樹がああいうの選ぶって。お菓子作りにこだわり続け、おかげさまで創業50周年を迎えた月島製菓。その優秀な社員である新郎秀樹君、そこに妻かなさんが加わりました。お二人の前途と月島製菓に。かなちゃん、おめでとう。君がまだ高校1年生だったあの日、病気がちのお母様を支えるため我が石丸マート旗の台店にやってきたあの日から、ずっと君のことを我が娘のように思ってきました。僭越ながら、本日結婚式にいらっしゃることができなかったかなちゃんのお父様に代わり、それではこんなお二人がどのように出会い、そしてお付き合いをすることとなったんでしょうか。それは3年前、仕事熱心な秀樹君は飛び込みの営業で入ったスーパーで一人の美しい女性店員に出会います。お互いの第一印象は、かわいい。なんか普通。かなさんは初めて会った秀樹くんのことをまるで覚えていませんでした。秀樹くんは仕事と称し何度もスーパーに通います。やっぱかわいい。やっぱ普通。てかちょっとキモい。おい、うるせえよお前、事実じゃねえかおい。いや、そこまで言ってねえだろ。ついに秀樹くんはかなさんをデートに誘います。デートしてください。忙しいので、またデートしてください。忙しいのでデートしてください。忙しいって言ってんだろ。なーぜー、どうしてそこまで働くんだかなさん。そんな秀樹くんのストーカー行為が実り、かなさんはとうとうは根負け、ようやく初デート。金貸したらしいよ秀樹は。え、結構借金があったらしくて返せないよ。お母さんは？つまんないから帰るって。泣いて笑って過ごす日々に隣になっていらねえ。全然出ねえ声はっけ。めっちゃかっこいい。耳に刺さるこの愛の歌。あちゃ全然聞いてねえじゃん。今日は誰の結婚式でしたっけ。うるせえ。お前いつまで主役が出してんの。ひどっ。でも、その言葉。ああ、関西弁。うん。あ、秀樹は大学からこっちやけど、俺ずっと京都やったから。うん。すぐだー。おー、秀樹。忙しいのにありがとうな。おい、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 お
ちょちょ、こいつさ、俺の高校時代の大親友で、ね、見てた。さっき話した。あ、そう、うん、あ、じゃあ他のやつ今紹介しよう。でえ、なんだ主役やね。主役はドーンと構えとかんと。あ、カナさん、カナさん、カナさん、え、こいつのことよろしく。ほんまにええやつやから俺のこともよろしくね。おい、飲んでんのかよ、おい。え必死だな、あいつ。独身屋の人、しかも准教授だよ、慶成大の。いえねえ、お笑い芸人じゃない。ほら、民族学の。何民族学って。え何知らないよ。いい人そうじゃん。いい人だよ。うん、すごく。わかんないからな、男は。一緒に暮らしてみないと。何それ。なんだよ。いや、言ってこない、言ってこない。秀樹も呼ばれるで。だってあんた、泣かしてもらっちゃった。ごめん。やっべ、ああダメだ俺。カナと俺に子供ができたらって考えちゃった。ああ、うわ、てかすげえよこれ。あのさ、カナ、俺絶対に欲しいよ二人の子供。おできたよ。うん、飯、子供、赤ちゃん。え、今日病院行ってきた。3ヶ月だって。え、マジ？その時の喜びを自分の胸だけにしまっておくなんて僕にはとてもできない。ちょっと、いいんじゃん。僕らはついに新しい命を授かったんだ。命の形に僕は感動し、命の音に僕はただ涙する。ちゃんと動いてる。二人でさ、ちゃんと育てような。はい。この熱い思いを僕は世界中に発信したい。俺行くよ。ほら、まあまあ、もっと笑って。ブログは毎日更新します。アクセスよろしく。孫が生まれる言うて楽しみにしとったんやけど、まじ妙やな。あ、そう。ほんでカナさんの具合は。ああ、大丈夫、元気、母子ともに順調。そら何よりや。あ、あのほら、お守り届いたか。届きましたよ。てか多すぎだよ、お守りやらお札やら。どんだけちんちゃん回ったんだよ。分かってる。あ、じゃあ忙しいから切るよ。トゥッゥルまた買ったんすか。だってこないだ。いや悪いけど俺は完璧なパパ目指してるから。ああ、ね、これは今までとは全然違うの。これ一冊読むだけで今までの本100回読む以上の価値があった。いやいや、この間も同じようなこと言って、まっかり。うるせえんだよお前さ。超いい眺めじゃないですか。わっ、真下が公園って。いいな、完璧っすね先輩。完璧なパパの完璧な家。怖くないですか。え、そこに、ここに一つ命があるって。そうね、怖いって思うこともあるかな。あいつうるせえからさ。カナさんのご解任並びに合ってんだよ。カナ家のご新居ゲッツを祝して乾杯。乾杯。ちょっと見せちゃおっかな。これじじん。え、なにこれ。両親学級。俺たち通ってんの。
ほらほら、見て。こんなことをママさんだけに背負わせるなんておかしい。ぜひパパたちも体験すべして。何よ、めっちゃイクメンじゃん。感動。てか、まだ生まれてもいねえのに。いやいや、生まれてからじゃ遅いんだって。ですよ、ベビちゃん生まれて慌てて育児に目覚めても。ベビちゃん、俺のパパ友のしんどんさん。もうパパ友がいるんだ。田原さんが両親学級とかパパ友ってなんかちょっと意外。え、いや、そうでもないよね。ちょっともうひどいじゃないですか。ごめん、完全に嘘。ごめん。で、一体いくらなんすかこのマンション。いきなりか言うわけねえだろ。頭金は私知ってます。ほら、相談しながらさ、いろいろ物件のこととかな、高梨にもな、おい、な、ほんと、大変だったんすよ。あれこれ調べさせられて。いや、医療費とか、育児支援とか、そうな、仕事に全然違うんすよ。いい、大丈夫。はい、つらいよ、そんなの。いや、妊婦さんなんやから。用心に越したことないやろ。あ、大丈夫、少しは体を動かせってお医者さんにも言われてるし。そうなん。先輩、名前は女の子でしょ。もう名前決めたんすか。あー、まあね、はい、でもね、絶対に言わない、お前には内緒。え、ちょ、なんでと最高の家、準備は万端だぜ。愛しのベビちゃん、早く出てきておくれ。お疲れ様でーす。あ、先輩、下にお客さんです。え、いや、待ってないけどな。ちささんのことで用があるって。ちさ、ええ、誰です、新しい子ですか。バカ、もう言ってねえよ。え、本当に言った？ちさって。ええ。おお。こないだデートしちゃいました。津田さんと。え、津田と？なんで？え、理由とかいります？あ、いや。全然。しっかりしろよ、名前は。あれ、お前相手の名前ぐらいちゃんと覚えろ。どうした。何すかこれ。お前、ちょっと。それがさ、結局あいつ。しょうがない、マジ大丈夫なの。ええ、もう全然。じゃあ何だったんだよ、あれ。よくわかんないっす。医者もまあ別に問題ないからって。何だよ、でもその、訪ねてきた人がちさって言ったって。そうなんだよ、ちささんのことでってさ。言った。あ、ごめん。あ、じゃなくて今、蹴った。そう。ちさ。
それが君の名前だ。小さい。君がこの世に生まれたこの日、この瞬間の感動をパパとママは一生忘れないよ。写真撮ろう。やめてよ、こんなひどい顔。ほら、笑って。田原家大使、誕生いたしました。ほら、やばいでしょ。本当似てる。そう、すみません、この仕事休みちゃった。よかったな、おめでとう。そうだ、もっと休めばいいのに。え、奥さん、ひでえな。うわ、やるね。あれ、高梨は生まれたんでしょう。もう、一応、おかげさまで。かわいいですか。あ、写真見るか。お、かいだら。暗いなこの部屋。ちょっと。喉ばっか乾いて。で、どんなの？傷の具合は。医者に聞いてもなんか。先輩は奥さんと子供もいて、社内のバカ女ともガンガンやりまくって。おいそういう言い方ねえだろ。なんと驚いたよ。なんだよ俺だけ。おい、痛むか。マジで傷に何か入って、それが動いてるみたいな。まあ、あれだ、あの、ほら、医者の言うことをよく聞いて早く戻ってくんないと。でもお前がいないと暗いんだよ、会社も。あ、ほら、飲み会とかも。お前ってうちのムードメーカーじゃん、やっぱり。なんだよそれ。え、何アピールだよ。イラつくよな、そういうの。そんなことかけらも思ってねえくせに、ペラペラ嘘ばっかり。ひでえ言い方だな、おい。ひでえのはどっちだよ。どっちですか。草はマイクにもんすか。ちたちゃんパパのブログめっちゃ参考にしてます。あ、そう。はい。ほらほら、絡まない。困るんですよね、あんな立派なこと書かれちゃうと。うちのなんかほら、パパの鏡、それに比べてあんたはって。2年もパパやってればね。あ、そういや、ちたちゃん大怪我しちゃって。あ、ブログ読んだ。大丈夫でした。あ、もう全然、もうすぐ病院連れてったから。おろおろしないで、冷静にさ。感動しました、パパとしての完璧な態度。いや、うちなんか子供がちょっと熱出しただけでオロオロしちゃって。いや、そうかな。まあ自然にやってるだけだけど。出た、ベストファーザー。なんかもう神っす。え、なにこれ、なにこれ、やめて。僕の隣に天使が眠っている。ちさという名の天使が。生まれた時はお猿さんみたいだった君が、こんな素敵なレディに育ってくれたなんて。
いいかな、もう寝ちゃった。2歳の君は今どんな夢を見ているのかな。パパの夢は違う、釣り。ガンゴっちゅうのは奈良のガンゴージの鬼の名前な。ガンゴージがなまってガンコとガゴゼと。それそのガゴゼ、そうと思ってた。おお、まあよう聞く名前やし、いろんな文献に載ってるわ。人をさらう妖怪やったらまあメジャーやな。ボギーワンちゃんの聞いたことあれんの。てか何やねん急にこんな話。お前お化けなんか興味あれへんやないだって。お前専門家だろそっち系の。ちゃうわ。あんな民族学っていうのはな。分かったから分かったから分かい。いや、でさ、どうするやどうするやその、対処法っていうか、もしね、そういうのが来ちゃったとしたらもう知らんわ。来たろうか、目玉の親父に消えちゅうねん。いや、忙しいんかい。えらい疲れた顔して。だなどないして。高梨って覚えてる？あー、お前の会社めっちゃテンション高いです。死んだの。え？急に倒れて1年以上入院してる。なんでや。いや、それがよくわかんなくて。髪傷だって。髪傷？背中に変な傷があって医者がそうとしか見えないって。ひどいラングイバのなんかに噛まれた。え、なんかってない。え、めっちゃ怖いやんけ。ちょ、お前、やめろや、お前。ちょ、ここはもう明るい話しよ、な。あ、どうやねん、元気なの。愛する妻と娘は。ええええちさちゃんは何歳？ 2 歳？うん。ねえ、カナ、ちょっと起きてよ。ちさはさ、羨ましいな。可愛い娘に優しい女房と。お前今幸せの絶頂やないか。はい、ありがとうございます。でですね、ただいまのお時間を持ちまして。うるせえなおめえ。おい、大丈夫？妖怪っていいのか。え、おらんよ。そりゃそうだな。人はな、都合の悪いことは全部妖怪のせいにしよう。例えば、昔の貧しい農村やったら間引きとかコステとか当たり前やったやろ。で、そういう土地には大体子供をさらう妖怪の言い伝えがある。で、まあそうやって言い訳っちゅうが、実は親が子供を殺して埋めたのを妖怪のせいにしてごまかしてるだけなんちゃうかな。まあ、民族学者の発言としては大いに不適切やないの。化け物なんていない。ほら、あ、化け物みたいにえげつない人間は共産おるけどな。じゃあこれは。え？ね。来たんだ。ただいま。カナ！
何があった？なんか来たのか？とかしたいってことでいいんですよ。ああ、はい。てかまだ化け物かどうかも。化け物でしょ。まずそれ前提にしないと。こいつの別れた彼女は俺の知り合い。英語でな、真面目な編集者やったのにこいつに人生ボロボロにされたわ。あのライターってやっぱり霊とかそういう専門の。何でもやれ。オカルト、政治、ヤクザ、付属、金になりゃあもう嘘でも何でも。クズみたいなやつやけどな、まあ、信用できるクズやから。あやふやな態度好きじゃないんですよね、誠は。誠比嘉誠、俺の知る限りじゃ除霊の腕は確かです。経験も家計も。あ、プロの方ですか？霊媒師とか。ただのキャバ嬢ですよ。おい、起きろブス。ってあるんで、何かわかるか。わかる。え？じゃあ、これって何なんですかね。そもそもなんで俺がこんな。無理無理。そういうのはわかんないです。そういう理屈みたいなの。私バカだし。はい。対策対処。ほらその風邪の原因はわからないけど治し方はわかるみたいな。これからどうすればいいかとか。まあ、そんなんなら。それでいい。ですよね。ああ、なら、はい。うん、もかけるにかそうか。うん、もかけるにかそうか。それは、基本どっか遠くにいて、時々来て、でも、ごめん。この人と二人にしてくれる？大勢いるとなんかもやる。あやちゃん結婚したで。お前と別れて割とすぐ。どうすか。何が原因やった。あんな仲良やってたの。まあ、よくあるあれっすよ。音楽性の違いって解散した俺はソロ活動。バカにすんな。おい、ギレキ。おい、なおい、ちょっと待てよ。お前なんなんだよ。何なあ、何言われてちゃんと奥さんと子供に優しくしろって。は？そうすりゃ来なくなるって。ふざけんな。あんなガキに言われたくねえんだよ。こっちは必死で、秀樹は必死で家族守ろうってして。だってさ、私バカだから言い方とかよくわかんないし。気にすんなよ。本当のこと言われてキレるんだろ。それはそいつがバカなんだよ。
それと、もう一人いたじゃん。ああ、津田さんか。うん、あの人なんか、なんだよ。うん、なんかちょっとごめんな、悪かった。いや、なんかあんなんでも役に立つかな、分かってごめんな。次、もっとええやつ頼む。ごめんな。キサの成長は家族の宝物。家族3人、いつも僕らを幸せな気持ちにさせてくれて、キサの最初の一歩。今日チサちゃんがついに一人で歩いた。パパパパチサが。2歳の君は今どんな夢を見ているのかな。パパの夢は。パパの夢は。あまりだなって本当すいません。どうも、勝手にお邪魔しちゃってます。津田さんからも電話もらったの。ケーキまでいただいちゃって。どういうことですか。意味わかんねえよ。ですよね。いや、どうしても誠が現場見たいって言うんで、それでちゃんとやれることを考えたいって言い出すと聞かないんですよ、あのバーガー。奥さんにはまあ適当に、俺が津田さんとあなたの古い友人で、誠は俺の妹だって。やれることって除霊とかお祓い。それは治療でしょ。誠はその前にちゃんと診察をしたいんですよ、この家とあなたを。お邪魔なら帰りますって今さら言ってもだけど。ちさが。あれ、あ、いや、なんか久しぶりな気がして、ちさとカナが笑ってるところ見るのが。僕うまっ。おいしい。実は隠し味に中華ドレッシング使ってる。そういうじゃん。料理上手なんですね。そう言ってくれると作りがいがあり。ですか。情けないな。不安で、あのにお守り貼るくらいしかできないって。ちさって名前は。ああ、なんかふと思いついて。あ、俺がつけたんですよ。お子さんは。いません。いないし、いらないっす。あんな不気味で厄介な君。いや、かいか。いや、でもだから可愛いんじゃ。この子には俺がいてやんなきゃって。前に取材した親も同じこと言ってましたよ。でしょ。そりゃもう目いっぱい子供溺愛して、高いブランドの服なんか着せて、その写真をブログにアップしたり。へえ。で、結局その子を虐待死させた。そういう親の取材でしたけど。はい、起訴。戻りましょう。え？
はい。の姉です。率直に申し上げます。あなたに近づこうとしているものは凶悪です。正直誠の手に負える相手ではありません。未熟なくせに中途半端に力を使ったことでかえってあれを刺激する結果に。愚かな妹に代わってお詫びします。あれって強い意志であなたとあなたのご家族を狙っています。なんでなんです。なんで俺んちがこんな。わかりません。わかる必要もない。大事なのはどうしてではなくどうするかです。西側に窓がありますね。はい。窓の外に生きたもの、植物か虫。え？よく見てください。なんか虫が。すぐに焼き殺してください。それがあれを呼び込む手伝いをしています。今できることはそれだけです。え？残念ながら私はそちらに伺うことができません。もっと重要な案件をいくつも抱えていて。もうそんな。なので私の知り合いを。知り合い？マスコミにも登場しているのでご存知かもしれません。力も経験も豊富な信頼できる方です。悪霊退散。ナマサ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 ナ。一応誠の姉さんの紹介です。そのさ、姉さんって人だって正直俺に比嘉の少女です。ユタって呼ばれる沖縄のシャーマンで。とにかく誠が誰よりも尊敬し恐れ、反面すごく嫉妬もしてた。花がさ、ね、パニクっちゃってもなんかずっと怯えてて。大丈夫でしょう、誠がそばに。誠って何なんすか。あんたの彼女か愛人か知らないけど、ただツタと遊んでるだけで全然何の力。じゃあやめます。どっちでもいいんですよ、こっちは。来ます。ここに多分、いい、もうすぐ。お出てください、田原さん。喋らなきゃ大丈夫。向こうに好きなだけ喋らせればいい。チャーハンお持ち。
営業の田原ですね。はい、ちょっとお待ちください。津田さんの件といえば分かりますか？他人の声で喋ってます、あれが。イラつくよな、そういうの。トラパラ嘘ばっかり。何やってんの？それ父親って。ええのええのはダメだ。人が集まるとこしか閉じしない。いつまで主役が出してんの？結婚してやったのに偉そう。たかが一人産んだくらいで。いや、お前なんか家族の何がわかるんだよ。あんなクソみたいな母親に育てられたくせに。言ってないよ、俺はこんな。言ってないけど思ってたとか。違う、こんな喋らないで。もしもし、怪我人です。すぐに海落ち状態が。中華です、中華。カナさんたちに危ないってことでしょ。ここは俺が、あんたは家へ。早く！はい。あ、カナさん、すぐ自殺連れて家を出ろ。もうそんな説明してる暇なんて。今すぐどこでもいいよ、なんだっけ家から離れて。でっかな、あの、あ、誠さん、あーもうよかった。あ、いやいや、あの、あれがそっちに、あ、とにかくあの二人連れ、はい、あの遠くに。だってさ、帰ったって誰もいないし、俺がのこのこ戻って。ちょ、あの、止まって、あの、車止めて。あの、お客さん。ちょ、待ってよ、もう今考えてるから。誠の姉です。妹から連絡をもらって。あれは極めて強い意志であなたを狙っています。はい、だから家族は今家を出て、そう、どっかでその、あの、落ち合って。ご家族とは会わないでください。あ、はい。え？会えばご家族も危ない目に。あれはあなたを追いかけているから。え、じゃあ、俺はこのまま家に帰ってください。え、いや、でも今戻っちゃうと、あれが。私が対処します。あなたにその手伝いをしていただければ。いや、でも。それしか方法はありません。できますか、田原さん。いや、あなたとあなたのご家族のために。さあ、カナ。パパの夢は。やりますよ。パパの夢はママとチサを守んなきゃ。俺が。じゃあ運転手さん、今回ワコンに急いでお願いします。はい。窓には鍵をかけ、カーテンを閉めてください。皿や丼に水を張り、できるだけ多く廊下に並べてください。
包丁やナイフ、すべての刃物を縛って引き出しか押し入れに隠してください。家中の鏡をすべて割ってください。準備は終わりましたか？はい、多分、いや、まだ。落ち着いてください。もう、全部鏡も。田原さん、田原秀樹さん、開けました。ドアは終わりました。全部あなたの言った通りに。ご苦労様です。あとはあれを迎え入れます。これから先は私の仕事です。怖いですか？いや、あなたが引いてくれるし、それに、なんか…何です？言われたことがあって、昔、俺も人呼ばれる化け物に連れてかれるって、ある女の子に。その子の名は？それ、なんでだ、なんか…忘れちゃって。ただいま電話に出ることができません。ピッとなりました。出ないでください、田原さん。でも、カナカも、それに。あれです。出ないでください。田原さん、いらっしゃいますか？取らなくていいので聞いてください。誠の姉です。今すぐそこから離れてください。今起こっていることはすべて、あれの罠です。もし無理であれば、包丁かナイフを持って鏡のある場所へ。あれは何よりも鏡と刃物を嫌います。だってそれは全部。聞こえてますか？答えないでください、田原さん。聞こえてますね。動いてください。今すぐ動かないで。急がないと。田原、田原秀樹さん、呼ばれてしまったよ。もう逃げられへん。絶対行こう。なんで？だってあんた嘘つきやから。私を今さら冗談言わないでよ。こっちのことなんか何も分かんないくせに。だってさ、お前ほっといてよ。願いだから、もうこれ以上私に関わんないで。秀樹が死んで私はまた昔の仕事に戻った。まるで時間が巻き戻ったように。花から秀樹との結婚生活などなかったみたいに。なんか保育園から電話入ってますけど。あ、すいません。まあ仕方がないよね、熱出ちゃったんじゃ。すいません、様子だけ見たら。いいからほら早く行ってあげて。すいません。ただ、時差だけが私のそばにいる。体調が不安定で
ひどく手のかかる一人娘は。おなど三部？ええ、まあ念のためですけどね。一応微熱でも熱は熱なんで。すいません、そのくらいの熱なら。規則ですから。何かあるとね、ほら他のお子さんたちへの責任も。でもあの、夫を失い、育児と仕事に追い立てられ、私は疲れ、イラつき。ほら、さあ、ちゃんとしなさい。すいません。結局、そのイライラをちさにぶつけてしまう。上手だね。何書いてんのかな。お山。秀樹が死んでから、ちさはあまり笑わなくなった。これもお願いします。はい。いや、急に吐いて泣き出すから。熱あるでしょ。すいません。てか、すぐ医者連れてった方が。あの、でも。いやいや、このままにされても。だってここで何も託児所じゃないんだから。私たちを助けてくれる人など。すいません、あの、どこにもいない。戻ってこなくていいっすよ、今日はもう。実の母は花から何の頼りにもならず、秀樹の実家とも今は絶縁状態だ。ちゃんと眠れてます？ええ、それが寝てもすぐ起きちゃうし。この子じゃなくて、あなた、お母さんが。はい。親のストレスが何よりも子供に影響を与えますから。母親がイライラしちゃうとね、子供の体調もやはり。いや、だから急に子供連れてこられても。職場なんだし、こっちだってケアできないんだから。はい。大体子供預けるんなら親とか知り合いとか他にいくらでもいるでしょ。そこら辺ちゃんと分かってもらわないと。ねえママ、パパは？すいませんでした。いいから早く食べちゃって。もう。ねえねえ、パパは？パパはどこ？どこにもいないったら。パパなんか。秀樹の葬儀の時、秀樹の母は私をなじった。夫が死んで涙一つ流さないのか、悲しくないのかと私は言い返さなかった。その通りだったから。ねえカナ、結構人気みたいよ、俺のブログ。いやー、参っちゃうよ、次々とコメント来ちゃってさ。ごめん、ちょっと下のおむつ。ママさんたちがもうレスが多くて。いや、みんなすげえ。ちょっとカナを見る？泣かないでね。あんな育児書なんかよりさ、よっぽど勉強なの、こっちの方が。ちょっと。あ、それそれ。そうやって親がイラついたり怒ったりするのが一番ダメらしいよ。子供の性格にも影響するんだって。泣かないで。いや、怖いよな、親のちょっとした態度がさ、子供の将来決めちゃうんだから。私は秀樹が死んでくれて嬉しかった。いやー、羨ましいな、秀樹。え？こんな可愛い娘の父親になれるんやったら結婚も全然ありやな。この間はごちそうさまでした。ん？なんか私伸びすぎちゃって。まあたまにはいいや。秀樹は？愛するご主人は日曜日の仕事？じゃなくてパパ友の会合。おお、さすがイクメンやな。そんなんじゃなくて。ん？日曜に家にいるとちさの面倒見なきゃいけないでしょ。うん。それがめんどくさいのよ、あの人。だから。いや、そりゃないわ。あいつのブログ覗いているけど、おつえパパやんか。
ほら、ちさちゃんの、ほら、怪我。あの時のブログかって。緊急時こそパパは冷静に。いや、俺めっちゃ感動したもん。やっぱ父親になると変わるもんなんやなって。怪我した娘を見てママはパニック。でも、こんな時こそ父親がしっかりと。あの人はぼーっと立ってただけ。え？血出して倒れてるちさに触ろうともしないで。おろおろしないで、冷静にさ。冷静？怪我した娘ほったらかすのが冷静？それは変に触って動かしたらかえってよくないし。だからって血流してる娘の前で立つっとって、それで父親って。偉そうに。たかが一人産んだぐらいで。え？何言ってんの？じゃあそっちはどうなんだよ。母親として完璧なのかよ。だいたいさ、君にそんな偉そうなこと言えんの？どういう意味？君に家族の何がわかるって言うんだよ。あんな。あんな何？あんなひどい母親の娘のくせにって。どないしたん？ごめんなさい。これやないけど、一人親が看護師とか介護福祉士の資格取ろう思ったら、それ勉強するために給付金が出んねん。かんちゃん別の仕事探したら言ってたよ。お世話ばっかりかけて。いやいや、もうそんな気にせんと。あ、これあれや、死んだ秀樹のためにやってるようなもんだ。秀樹、やっぱり思い出す？やっぱ私一人じゃ無理なのかな。何が？綺麗にしなきゃね。いつだって女の子。あんなひどい母親の娘だし。ちゃんと塗れないようかな。なんでうまくいかないんだろう。あんたのせい。あんたなんか産んだから。絶対あんな女にだけはなりたくなかったのに。あかんで。あかん。勝手に暗なって自分責めても何もええことありへんやん。頑張ってるやん、かなちゃんは。ごめんなさい。いいよ、何でも言うて。俺には何でも。秀樹には言われへんこと。秀樹が死ぬずっと前から、私は秀樹という男を見限っていた。これは、ああ、その札、須田さんが。なんか前受けみたいなものだから。え？あ、いえ。まことちゃん元気？あれから死んだみたいに引きこもってて、ご主人が亡くなったのは全部自分のせいだって。もうそんな。やれることはやったんだって俺が言ったら、あいつ切れて。これっす。妹じゃないでしょ。あいつがまだ心配してて、お二人のこと。え？それってまた何か。わかりません。でもこの家が襲われて、ご主人があんな死に方をしたのは事実だし、実際目の前で2回もお守りが破られたでしょう。でなんですが、これはご主人が留守の時に破られたもので、こっちが2回目。ご主人や誠や俺もいた時の。よく見てください。この2つ傷
切り口が全然違いますよ。おかしいでしょ。知り合いにも調べてもらったんですが、1回目のこれ、この切り口。だってこれは私がハサミで切ったから。ですか。あの時出てきて私はもう全然ダメで。なのにあの人。はい。ねえカナ、今晩外で食事しない？家族3人でさ。もう支度しちゃってるし。いいじゃん、家飯なんていつでも食べれるんでしょ。チサいる？ちょっとチサに代わってよ。パパから。パパだよーん。ねえ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 、チサはさ、今晩何食べたい？オムライス。じゃあねえ、お家で晩ご飯とお外で美味しいオムライス食べるのとどっちがいい？お外でオムライス。だよね。貸して。あのさ、ねえねえねえ、カナ聞いた？うわー、チサだって外。あれ、ママ、オムライス。あっち行ってて。ただいま電話に出ることができません。なんか電話切れちゃったんだけど。ねえかーな、あの人は私やちさの気持ちとかそんなのどうでもいいの。ただ3人笑ってご飯食べたってブログに書きたくって、その写真載せていいパパぶりたくって。かーな、俺って君のためだよ。最近全然元気ないしさ。そのためだけに私とちさを。てかママがそんなんじゃ、ちさがかわいそうじゃん。オムライス、オムライス、オムライス。うるさいったらもう。かわいくないの、ちさが。うるさい。うるさい、うるさい、うるさい、覚えてなくて。チサ！カナ！気づいたら目の前に秀樹が。なんか来たのか。あれが来たと思ったわけだ。よく眠ってる。この間まで全然寝てくれなかった。こんなもんでもないよりはマシでしょ。ありがとう。すいません。ご主人は？え？俺にはあなたと千佐ちゃんを守るために必死に頑張ってるように見えました。空回りもしてたけど、それでもあの人はちゃんと父親だったって。まあ今さら言われてもでしょうけど。そうやって謝られても実際多いわけだし、こういうこと。すいません、様子だけ見て。やめてもらえません？そうやってすみませんで全部押し通そうとするの。あの、それ暴力だからでしょ。しょっちゅう仕事抜けたり、勝手に病気の子供連れてきたり、こっちがダメって言いたいの分かってて何でも頭下げてゴリゴリ押し付けてくる。ちょっと待ってよ、田原さん。話投げつけたんですよ、靴を。うちの孫に。それでほら、平気な顔して笑ってんだから。よ
かおかしいんじゃねえのか、お宅の子。すいません、あのこの子の靴は。靴だ？子供が子供なら親が親だよ。それちょっと今日のところはそのまた改めてですね、返してください、その靴。何？それでもお前親かよ。そんなことしか言えねえのか。帰ろうちさん。これがいいの？うん、お姉ちゃんと一緒。お姉ちゃん？覚めた時、私は別の生き物に生まれ変わっていた。オムライスの国に行ってみたいな。仕事も家事も地さも、私を縛りつける全てのものを放り出して、私は私の思うままに。ごめんなさい、私のせいで。私がバカだから。え？何の話？いいの？留守番頼んじゃって。ああ全然、久しぶりにちさちゃんと遊びたいし。じゃあお願い、ちさも嬉しそうだし、私といるよ。てか、なんかおしゃれ。仕事？じゃないけど、ほら、綺麗にしなきゃね、女の子はいつだって。私は、ただ、私の行きたいように。よかった。え？なんや、かなちゃん、前より明るくなった。お待たせ。今日はちさちゃんは？なんで？別にいいじゃん。カナさんはいいや。お前でリビングに仏壇があるんだよ。てかさ、おかしいよこの家。カナさんだって絶対ヤバいのに、全然何も見えなくて。いいから仏壇。あんだろお札が。それ破いて焼き捨てろ。何これ？窓札。それが呼び込むんだよ、あれは。普通の二人、あいつが、あの津田の野郎。津田さんが？地さなんかいなくなればいいって、そう思うことがある。時々あの子のことすごく嫌いになって。疲れてるだけやろ。じゃなくて、私は
我慢なんかすることはねえ。カナは考え好きにしてはいいね。でも実は邪魔な。スタンちゃん、どこ？バカ考えろ、ちゃんとしろ。バカシーサー、ちさちゃん、パパがね、一緒に行こうって、他人の心配ばっかして。そっちはどうなの？あなたと野崎さんうまくいってんの？私が人の子供に関わりすぎるって。え？子供産めない女が他人の子と仲良くするのが見てて痛いって。あいつ産めない？バカばっかりやってきたから私。ちさが好き？ええ。じゃああげるよ、あなたに。可愛くないの、ちさ。二人で育てるって約束しただろ。ちさちゃんの言葉に考え。なんで私のせい？ね、教えて。だってこんなこと。今それ言っても意味ないでしょ。とにかくあなたはちさちゃんとどこか。できるだけ遠くに。だって無理よ、私どこ行けばいいの？これからどうすれば。何にも私。しっかりしろよ、あんた母親なんだろ。どこ行きたい？お山。え？お山。
あんたのせい。あんたなんか産んだから。瞬間、声が聞こえた。その子を返せ、ちさを。か、返せ、ちさを。ちが。あなたの子よ。そんなものいらない、欲しくないって言うから、だから下ろした。あなたと私の子。私は産みたかったのに、生まれたかったのに、その子は。だからあなたが流して、あなたの手で。なんで。子返しです。生まれた命を神にお返しする。そう言ってこの国の人々は昔から大勢の子を殺し捨ててきたんです。私は産みたかったのに。俺は生まれたかったの。その子は。バカな子。これがこの子の最初の傷です。ちょっと、あなたは。姉です。このバカの指輪は。はい、この子の銀色の。あ、俺が見つけた時にはもう汚れ。はい、傷口についた邪気が悪いものを呼び寄せるんです。指輪をしてればここまでひどいことには。これでまあ大丈夫かな。日賀琴子と申します。妹がいつもお世話になっています。誠、ご苦労様です。すみません、急な依頼で。はいはいはい、もちろん全て手配します、こちらの方で。はい、それで羽田への到着時刻は。はい、了解しました。わざわざご足労いただき申し訳ありません。実は兄さんお願いしたいことが。はい。いい加減にしろよ、そんな。だからほっとけって。ふざけんな、話せよバカ。タバコの煙が効きすぎたかしら。姉ちゃん、どうしました。
わかるでしょ、あなたにだってその傷がただの紙傷じゃないことくらい。死ぬわよ。でも千紗ちゃんが。あとは私に任せなさい。くしみたまさきはえたまえ、くしみたまさきはえたまえ。遅くとも明日中に型をつけます。明日？明後日から別件が入っているので大丈夫です。準備はもう始めていますから。了解しました。誠は面倒くさいでしょ。一発の霊能者気取りでこんな中途半端な払いを。でもそれは俺が無理に頼む。ユタには家計も血統もありません。はい。私の力は私にだけ身についたものです。なのにあの子は昔から私の真似事ばかり。あの子が10歳の頃、私は自分の体の傷を見せたんです。この仕事がどれほど命を削るものかを分からせるため。そしたらあの子、次の日自分で自分の手に刃物を。本当バカな子。ごちそうさまでした。これから乱れた気の流れを正常に戻します。それが私の仕事ですから。ちさちゃんは？あの子の魂は今さまよっています。帰る家が分からなくなって。取り戻せますか？取り戻したいですか？子供はお嫌いでしょ。ましてやどうでもいい他人の子供なんて。いや、俺は。取り戻せてもあの子にはもう父親も母親もいないんです。私も子供は嫌いです。子供は災いを呼び込むから。誠も要は子供です。野崎さんは小さい頃虫やカエルを殺して遊んだご経験は？ああ、ありますよ。子供たちが時々なぜか強烈に死に惹かれ、死の匂いを嗅いでみたくなる。血が釣り。同じように死者たちも生きた命に引き寄せられるんです。まるで鏡のような関係。死んだ霊が生きた命に憧れ愛し、それを奪おうとする。とにかく対処を急がないと。今異界との境界線がひどく曖昧になってるんです。亡くなった田原さんは確かブログを。ええ、まあとても素敵なブログ。でだらめですよ、あれは。あの人はたとえ嘘でも逃げ込むにはいい場所です。え？優しいパパとママがいて
矛盾も混乱もひどい現実に傷つけられることもない。案外千紗ちゃんの魂は今そのあたりに隠れているのかも。あのブログにですか？更新されてるんですよ、3日前から。そのブログが怖いでしょ。今日は3人でクッキー作りに挑戦。千紗はママに似て料理の才能があるみたい。一番不細工なクッキーは恥ずかしながらパパの作です。誠はあの力を独力で身につけました。自分の心も体もボロボロにしながら傷つくということあの子は恐れません。だから危険なんです。とても。期待って何が？だからさ、私がちさちゃんと遊ぶのが嫌なの？じゃなくて、わざわざ自分が傷つく。傷つく？なんで傷つくの？私が子供を産めないから？平気だよ私は。他人の子だって好きだもんは好きだもん。とにかくさ、痛いとか傷つくとか偉そうになんだよ。傷ついてんのはそっちだよ。自分が見てて辛いから勝手にこっちのせいにして。やめよう。ちゃんと言えよ。すぐ戻る。喉ばっかかきよんねん。カナさんたちのことご存知ですよね。かわいそうにな。あんな男の女房になったばっかりに、あんな空っぽなアホの。友人でしょう、あなたの。はあ、遊び道具やかな、あんなもん。昔からあいつが手に入れたもん、根こそぎ奪うんが俺の趣味や。だからカナさんも奪われとんのにな。ほんまそれ気づいとったくせに、あのアホヘラヘラ笑うてすり寄ってきよんで、めっちゃおもろい。あんた空っぽなアホが家族作って一人前の人間面しよ。しょうもないブログ見せびらかしてよ。飽きてすぎる。ああ、お前かてそう思うやろ。そんなごまかすな。軽蔑してたやろ、秀樹んこと。あんなアホどうなってもええ、早く消えてまえて。俺はお前は俺や。何も違えへん。誰も愛せへんし、何も信じてへん。人も自分も。俺は嬉しい。せやからできた子供も下ろさせたい。あやちゃん言うてたぞ、お前は死人やで。死人とは暮らせへんて。これは鏡や。俺はお前なんや。俺は皆さん観光ですか？バケモン大事よ。スカイツリー見えるんだね。you
違うか。今どこ？これはちょっと手具合で。別れて動いた方がええかもな。そうやな。我々は新横浜でおりますわ。あ、わしら品川だな。まあ、誰ぞ一人くらいは無事にたどり着けるやろ。誠ならいません。消えました。1時間ほど前に。あれこれ忙しくて油断していました。そんなだ、あいつ一人で動けるような体じゃ。とにかくあの子の体も意識も今こちらの世界には存在しません。昨夜、慶成大学人文学部准教授津田大吾さんが同大学内の研究室で死体で発見されました。死因はまだ不明ですが、全身に多数の傷があり、他殺の可能性も示唆。
なんで部屋の掃除なんだ。たとえ相手が邪道なものでも、一応は神様のようにうやうやしく迎え入れる、これが払いの基本なんです。やっていただけますか。それで、はい、誠が戻るなら。10時、田原秀樹のマンションに向かう。周辺は警察によって完全に封鎖され、マンションの住人たちは皆退去させられている。一体何が始まるのか、これから何が失われ何が取り戻されるのか、俺にはまるでわからない。当該地域におきましてガス漏れが発生いたしました。皆様は速やかに避難を開始してください。こういう人とも付き合いは。いいえ、私の知り合いはもっとずっと上の方々です。いつも言ってんですけど、カナは分かってくんないっていうか。子供はのびのび育てたいって。いや、俺だって実は可愛いですよ。でもだから今のうちに努力させなきゃ。習い事とか、あ、ほら、すぐにお受験だってさ。楽しみですね、ちさちゃんの将来が。ええー、そりゃもう。だった。痛いですか。あれ、生きているということは痛いということです。傷がつき血も流れます。お分かりですね、あなたはもう。俺はなんで。残念です、田原さん。シャワーへ踏み出る道も終わる。だって地獄へ踏み出る道も終わる。やだ、熊の家踏み出る道も終わる。父の名は土なめだもん。父さん、この場所は僕の時計の場所。申し訳ありません、ちょっと拝借しました。亡くなったことに本人が気づいてなくて。でもこれで終わりました。田原さんの弔いは。何が始まるのか、まるで想像が。私もです。琴子ちゃんの払いはなんていうか独特で、神も仏も関係なし、使えるもんは何だって使う。残ったら。マンション前の公園では当たり前のように儀式の準備は進められている。午後4時半、なんとか部屋の掃除を終える。お二人のお膳とと。お名前とご用件をお話しください。野崎、いるの？聞こえる？誠か、お前
生きてんのか俺やがな津田お前何寝ぼけとんねん。あちょっと飲めへんか。こっちめっちゃ盛り上がっとんねん。だってあなたええー、から顔出せや。仲間にて俺はよ。いけません。そっちでは。なんで死ぬと酒を飲むわけには。偉そう。お前まだ生きてるつもりなんか。あ、あやちゃんかって言ってたやろ。とっくに死ぬもでんのお前は。死んでな腐りかけとる。止まれ。腐りかけとる。それ、しまっていただけます。あれは刃物と鏡をひどく嫌がるので。まずはあれをできる限りおだてて、この場所にお招きしないと。最近はこういうのもいいらしいです。邪気を払うのに。もうお帰りいただいても結構ですよ。でも、来るんですよね誠は。ここに。うん、じゃあ俺もここに。ご自由に。ご自分の命はご自分で守ってください。寒さのままごと罪けがれ払いやりたまえと賢み賢みを申す。来るよ。琴子ちゃん。はい、そろそろ。わかりました。では払いましょう。I'm gonna go to the hospital.
お前今まで一緒だったの千里。だって私がいなきゃあの子千里、あの子はずっと一人だった。生まれた時からずっとかわいそうな私たちの子。くれるって言ってんだもん、あの子の親が。あの子のこといらないって。何言ってんだよ。クソだよあいつら。チサのことほったらかして死んで当然。あんなこらこの親。だから一緒に守って。育てるの私とあなたが。ふざけるな。私たちの子よ。私は産みたかったのに。生まれたか、生まれたかったこの子。あれに入られたんです。あれが誠を狂わせて、そしてあなたまで。なんで。弱いからですよ。弱くて脆いものをあれは狙って攻めてくるから。ちさ、恐ろしい子。え、この子が引き寄せたんです。あれを引き寄せて、その上手名付けた。そんな。誠にも分かっていたはずです。分かっていて何もできなかった。この子は異界に戻します。やめて。こうするしかないの。この子はあれと結びつきすぎてる。ずっとあれと遊んでいたから。仕切る唯一は草薄めか、魚えにさりえ
いよいよいよ。ちょっと。これからは闇になります。何が正しいか、自分が生きてるかどうかもわからない。そんな闇の中で信じられるのは痛みだけです。痛み、ご覧になったでしょう、田原さんの弔いを。ええ、体に感じる痛みだけがあなたをこちら側につなぎ止めます。だから野崎さん、恐れないで痛みを、痛みを受け入れてください。やめてください、仕事の邪魔を。お嫌いなんでしょう、子供なんて。離れなさい。離しなさい、その子。いや、だってこの傷は誰かにつけられたものじゃない。ちさは悪い子だからって、この子が自分で、だからいなきゃダメなんだよ。この子はここに。くだらない。野崎さん、鏡を。なんで。わかりません、俺にも絶対。自分のこと見てほしくて、ちゃんと愛してほしくて、でもどうすりゃいいか分かんないから、だから暴れて大人困らせて。それとはレベルが違います。一体何人がこの子の犠牲に。同じですよ。こいつはただの寂しいガキだ。ただのガキだから、ずっと一人で寂しきゃ、そりゃ化け物となって遊びますよ。らしくないですよ、野崎さん。ですか。あなただって弱くてもろいってことじゃ。邪魔です。
初めてよ。くしみたまさきはえたまえ、くしみたまさきはえたまえ、くしみたまさきはえたまえ。行きなさい。だって、早く。これ以上仕事の邪魔をしないで。もうこれ以上私に。いいから早く。バカな子。午後11時、俺はまだ生きている。体に感じる激しい痛みが、そのことを俺に教える。今さら言ってもだけど。え、何？どうするよ、こいつ。わかんないよ、全然。私バカだし。夢でも見てんのか。うん。どんな？
オムライス。オムライス。オムライス622行ってみたいな。おもちゃはでいでいも全部オムライス。ふわりふわ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 プルプルンプルンプルン。ふわりふわふわふわ。なんだそれ。